こんにちは、広原香織です。今日は皆さんからのご質問にお答えします。対位法、私は専門分野ではないので私の分かる範囲でお答えさせていただきます。対位法とは英語でカウンターポイントと呼ばれるように点と点を意味する言葉なんです。点と点とは何か。もともとこのように一つの西部だけで歌われてた音楽ですけれども、徐々に西部が加わってきました。一番高いソプラノと言われる西部、そしてアルト、テノール、バスという4つの点が組み合わさって一つのハーモニーができるようになったんです。対位法は横の技法と呼ばれています。この横の技法とは何でしょう。まねっこ、追いかけっこ、要するに輪唱なんですね。皆さんがよくご存知のカエルの歌、この曲もまねっこして輪唱していますよね。これも実は対位法の一つなんです。このカノンと言われる輪唱が発展していくと、このようにいろいろな声部が集まってきて点と点がつながって一つの音楽になっていくんです。この対位法で使われるカノンですが、いろいろな種類があります。例えば同じ旋律を模倣するカノン、これも対位法の一つです。その他には上に上がる下がっていくっていうのをこう鏡のように反対の動きをするカノンもあります。一つをとってもたくさんの種類があるので、音楽の父と呼ばれるバッハの作品をたくさん聞いて、そして分析してみられるととてもお勉強になると思います。和声法という言葉をお聞きになったことはありますか。和声法とは縦の技法と考えていただいたらいいと思います。例えば先ほどのカエルの歌、これを対位法的に横の技法として捉えるとカノンですのでまねっこですよね。これを和声法的に縦の技法と考えるとソプラノの人、アルトの人、テノールの人、バスの人っていうように、この塊がまず縦にあって、そしてこの形が横に流れていきます。でしたか。縦の技法とも捉えられる和声法、横の技法とも捉えられる対位法、それぞれの点と点が結び合って一つの作品が生まれる、この技法興味深いですね。今日は以上です。ありがとうございました。